こんにちは、タケです。タケのヘアサロンの内緒話です。この動画はお客様の知らない話やヘアサロンの情報などをお送りします。何か質問や疑問があれば、下の方にコメントください。質問の参考にさせていただきたいと思います。今回のテーマはまた、Facebook 友達から質問をもらったんで、それを言おうと思うんですけど、そのお友達の花、そのまま質問をしますね。鼻と口の間のひげを剃るときに、剃られる側は息を止めていった方がいいの？鼻息が当てて嫌じゃないかなと思って息を止めているっていう話なんですね。全然 OK ですよ。そんなに気にしなくて全然 OK ですね。別に鼻息とか僕は全然わからないですけどね。仕事しとって、でもみんな止めてくれてるわけじゃないと思うんで、僕的には全くわからないんで全然大丈夫と思いますよ。それよりか、僕的には、お客さんが寝てもらったりとかリラックスしてもらった方が嬉しいんで、だから別にそんな全く多分気にしないですね。ただね、もう鼻つながりで思うんですけど、鼻毛はねちょっとね切っておいた方がいいですよね。僕も鼻毛お客さんの切るんですけど、それがあれじゃなしに、でも結構ね鼻毛伸びてる人も多いんですよ。多いんで、要はうち来るまでにその鼻毛がやっぱりその見えるのはもう良くないと思うんで、鼻毛はある程度切った方がええんちゃうかな。ちょっとボーボーやったらちょっと切る方もね、ちょっとなんか、嫌ってわけじゃないんですけど、ちょっとあれなんで、できれば鼻毛は切っておいた方が、知り合いと喋った時にも目立ってしまうっていうのもあるんで、できれば息を止めるとかやるか、鼻毛はもうちょっと注意した方がいいかもしれないですね。結構ね、伸ばしてる人伸ばしてるんでね、ちょっとだったらわからないですけど、伸ばしてくるとね、やっぱ分かってしまうんで、その周りがね、分かってしまうんで、できれば鼻毛の方を剃ってもらった方がいいですね。そしたら、今日のテーマは、鼻の下を剃るときでした。よければこの辺の、チャンネル登録お願いします。お願いします。そしたら、竹の、ヘアサロンの内緒話でした。